はいどうも、オクポンでございます。昨日ね、YouTube ライブありがとうございました。ちょっとね、グダグダになった感があったので、と引き締めてね、えー、っと、身のあるようなライブに、あとはやっぱね、こう、身がなくても、もっとね、こう、ワイワイできるような感じに仕上げたいなと、雰囲気をね、えー、その辺を注意しながら、今後は、まあ、注意というかね、 えー、なサービス精神が足りなかったなっていうところがな、うーんっていうね、感じがありました。はい、前置きがですね、大きいましてですね、置いといてですね、えー、BTC が再びですね、4.4%上昇というところですね、えーまあ、なんとかですね、私、こちら、BCH なんですけども、BCH とリップル、ポジション取りっぱなしで、リップルはちょっとやばいんだけど、 おーまあ、BCH もやばかったんだけど、なんとかね、えーまあ、なんだ、強制決済されずにあります。なんとかなってます。はい。えー、とね、ここで気になるのが、実は少し前からね、このビットコイン SV っていうのを気になってたんですけども、 どうやらあビットコインゴールドより先に自家総額ランキング10位以内に、ね、入ってきたと。もうエイダも抜かれて、トロンも抜かれてと、えー、モネロも抜かれてるとこういうところですね。これ、あの、なんだ、特別化兄弟ですよね。モネロと、おイオタと、おどうこれダッシュか。ダッシュはなんかね、 なんだっけ中国のお、中国でね、えー、ダッシュが、あなんかあ、流行るみたいな、なんかそういうのを見たんですけど、とね、内容の方はしっかり確認してないんですけど、えー、まあそんなこともありですね、まあまあまた、こう、下根をですね、よいしょと、釣り上げてね、いい感じにはなってきたんじゃないかなと思っております。えー、まあここね、26日、いやー来たかと。 で私は、まあ、この辺でですね、ポジを取ったら、叩かれて、で、またね、えー、まあ、いよね、チャートって、あのー、値段って面白いよね、こうやって見ると、ここの水準ですね、ここを超えるのがやっぱり大変なんだと思うんですよ、こうなってしまうと。で、一回、ズルズルズルっていうものをですね、一回下げてしまうと、今度、お もう急にはここには戻ってこないんで、7500ドルとかね、えー、こういうとこね、急には戻ってこないですよ。ここまで上げるまでが、あのー、もみもみしなきゃいけないですよね。もみ合ってもみ合ってね、えー、下根を釣り上げて、うね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 ってや,やらないと、こっちの方まで戻ってくるのに本当に時間かかると思います百100万円まで戻るの大変だと思うよ、これ。うん、ここまで一回下がっちゃったらね。 下がるのは早いんだけどね。うん。上がるのは大変よ。上がるのは。下がるのは早いよね。あのー、投資家って資産をね、バカンってやっぱり作れる人たちってのは、この下げでさば、えー、きますからね。えー、下げ、ショートをかましてね、えー。カズマックスさんなんかもそうなんですよね。本当にショートで。 えー、以前、なんだっけな、アメーバの番組に出てた時に、カズマックスさんはショートでしか取ったことないとかっていう,う、ロングも最近たまにやりますけどって、その後の話ですよね、ロングもたまにやるっていう話をされたのはね、えー、ツイッター上なのかなんなのかで、ちょっとね、拝見をしたような記憶があります。なので、やっぱり上手い人ってのは、ショートでね、どん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 通っていくと。 こういうところですね。本当、まあ、浅はかですよね。私みたいな下手くそは。まあ、大変なわけですよ。っていうこともありですね。えー、まあ、こちら、あちょっとね、えー、まあ、これ、私の考えも交えてね、お話ができそうなものがあったので、拾ってみました。で、SEC 委員長、仮想通貨取引 仮想通貨取引には証券取引のようなセーフガードがないとニューヨーク・タイムズに語ると。欧米証券取引委員会 SEC の J ・クレイトン委員長は11月29日に行われた対談で仮想通貨市場に対する自身の慎重な見解を繰り返し語った。今回の対談はクレイトン委員長のニューヨーク・タイムズ氏の 署名、コラムニストアンドリュー・ソーキン氏の2人で行われた対談の中盤クレイトン委員長は投資家が仮想通貨のような新興市場に参入する際のリスクについて啓発してきたとソーキン氏は語ったさらにクレイントン委員長は次のように語った仮想通貨取引はナスダックやニューヨーク証券取引所で目指す 目にする取引と同類に見えるがこれら証券,証券取引と同類のセーフガードが用意されてない SEC はこのことを投資家に周知させようと努力してきた SEC はこれまで70年間あー従来型の市場で市場総 が行われることを防ぎ、また、小口投資家が不利に扱われることを防止するように努めてきた。クレイトン委員長は、また、海外での仮想通貨販売に関し、SEC の対応に限界があることを認め、投資家が海外で仮想通貨を購入し、何らかの不備が発生した場合、SEC が実際問題として、 被害回復を支援できる余地はあほとんどないことを投資家に明確に知らせるように努めていると強調したと、まあ、ここまでですね、以下あるんですけども、まあ、ここまでにしておきます。あのー、これ日本でで例えるとですね うんと話がちょっと違うのかなっていうところもあるんですけど、株なんか、今、株が出てきたんでね、えー、株のお話をすると、1つの証券会社に対して、1000万円まで保証するうー、まあ、法律みたいなのがあるんですよ、銀行もありますよね。 1一つの銀行に対し1000万円までの預金は国が保証しますよと、日本銀行が保証しますよと、そういう,う話が実はあるんですよ。だから、あまあ、本当お金を持たれてるか です、ね、1000万以上を運用されている方っていうのは1つの取引所じゃなくて、えー、何個も何個もある程度ね1億とか2億、3億とかなってしまうと分散して預貯金を預けるとかあるいは証券会社に証券口座に入れていくと1000万円ずつどんどんどんって入れてあげた方がリスク分散にはなるんですよね。はい、そういういことはあります で、えーまあ、仮想通貨はどうなのかというと、不正アクセスにより、これが抜かれてしまうというのは、これは有名な話ですよね。何度も何度もありますよね。コインチェックから始まり、財布かな、もうあって。 えー、まあまあ、他の取引所もね、ああでもねこうでもね BTC が抜かれたらの、ほか、まあ、通貨が抜かれたらのって,とかって話があるじゃないですか、うん。っていう話からすると、本当にここで言わんとしてることは、ですね、えーまあ、セーフガードがないっていう意味では、日本の株式市場、株、まあ、証券会,会社あとも同じような捉え方ができるんじゃないかなと。 で先ほども言ったように、証券会社っていうのは、1つの会社で1000万円、銀行も同じです。1000万円は国が保証するよというお話があるので、えー、でも仮想通貨どうなのと、いや、取られちゃうよねと、大丈夫なのって、個人の資産守れんのって言ったところで、うーんってなっちゃいますよね、ぶっちゃけね。うん、っていうところからあ、これはですね、非常に面白い,い,いお話でございますっていう。 ところですねこここまでですでここからちょっとねえ、余談ですね。これは面白いなと思うのは、あ上司も部下もないと、えー、ホラーク暮らし、組織の衝撃と、社長を下には役員、管理職がいて、その他多くの平社員などなどと、日本に限らず、ヒエラルキー型の組織、企業の一般的な姿だ。 そんな中、上司や部下もん、命令も階級もない企業が6月、東証一部に上場した。知らなかった。ほクラシーと呼ばれ、指示を受けず、自分で考え、自分で働く自立型スタイル。そんな性善説経営で、本当にビジネスが回っているのか、密着取材をした。まあ、以下にあるんですけども、 これ、どこだったっけかなあのゲーム会社で、まあ、これとはちょっとちょ、一応上司みたいのはあるんだけども、なんかグループ、まあ、LINE グループみたいのを作ってですね、何、えー、て言うのかなみんな、個別では絶対仕事の話をやり取りをしないっていう会社がいてアイリアだったかなアイリアだわ。アイリアっていうゲーム、スマホアプリのゲーム会社があるんですよ。 でそこではあ上司も部下もそこでね同じスペースでもって発言をするらしいんですよ。そうすると情報共有の漏れがなくなるっていう話なんですよね。でそこで発言をするからある程度の一線上司が聞いてるから見てるからあここにもあるほら。 アエリアねこれ別の話だけど、3年勤務で1ヶ月間の長期休暇制度っていうのはあるけど、これはまあ違う話なんだけど、アエリアってこういうこともやってますよね、やっぱりあの。柔軟に人の頭を動かしてあげるっていうことをやってるんじゃないかなと思うんですよね。どうしてもほら、ほうれん草っていうものを、報告、連絡、相談っていうものをしてると、考えなくなりますよね、人って。 ここからここまでやったから、言われたことをやったから、それを報告して、で、まあ、なんていうのかな、あまあ相談をして、で、その後の指示を受け、で、また同じことを繰り返し、段階、階段を登るようにですね、一段階一段階登って報告、また登ったらどうすんの、あれしたらどうすんのっていう感じでやると、なんていうのかな、アクティブに頭が働いていかないですよね。 働いていかないから、一つの頭でもって、えー、なんていうのかな、建設的にだったり、発想的にだったりとか、弾けたようなもの、報道っていうのは取れなくなりますよね。えー、要するに、そういう部分で言うと、このね、えー、組織の在り方って、まあ、組織っていうのかな、個人のレスポンスの上げ方っていうのは、非常にいいんじゃないですかね。 吹き上がりがいいわけですよ。アクセルを踏んだときにねうん。軽いわけですよ。車の車体っていうものは同じエンジンを乗っけた場合に、まあ、660cc でもいいとは思うんですけど、それを乗っけたときに、車体が軽ければ軽いほどアクセルは軽いんですよ。だからバイクの 600cc とかね。 7半とか 900cc とかっていう、まあ、1100でもいいけど、バイクであの車体の軽さで1100ですよ。あっという間に3 0 0キロ超えるの分かるでしょ。うんねえーまあ、CPU かなあ。コンピューターを変えて、えーまあ、さっきと、まあ、この辺であればあ、三重の鈴鹿だとか、あまあ、関東であれば、茂木だとか。 で、えーまあ、走ること、速度を上げることってのは可能だと思うんですけども、そういうことはできますよね。だ場合車であればもっと車体をググってあげると、上げた分だけ重いから1点、な、え、ん、ーまあ、だろうな、現行機で GTR、まあ G うんまあ、どっか関西の方で怒られましたけども、300キロまで振ったじゃないですか。でもあれのの排気量ってのは い 3000cc とかな、ちょっとこの辺詳しくないんだけど、あのー、車体価格1.5トンとかあるわけですよね。1.5トンのものをガバッと動かすってなると、違うとこ入れちゃって、あのー。そうなってくるとお、めっちゃ重いわけですよ。重いものをお速度を上げるっていうのは、め,めちゃくちゃ労力か,けるけどかかるけど、バイクみたいに、 何キロ車体価格150キロもないものを、排気量を1100とか 900cc であったら、すぐ速度って上がるじゃないですか。そのレスポンスが違うわけですよ、全然軽いから。自分の頭でパンって弾いてあげて、判断をして、ああだよ、こうだよっていうできるのが、これ知らなかったけど、面白いね、これ。ホラクラシーっていう会社がある、あと呼ばれる、登場して。 そうですよね。当初一部に上場したホラクラシーっていう会社があるらしいです。これ伸びるかもわかんないですよ、うん。だってほら、あの、会社組織にいると、SNS を使ってね、仕事の話をしちゃいけねえとか、そういうことをやってる会社っていうのは結構あるんですよね。えー、例えば Google で検索をしちゃいけないとかね、多分あると思うんだよね。うん、で、社内のその、なんていうのかな、 中国じゃないけど、Facebook を使っちゃいけないみたいな、他の SNS は WeChat、中国は WeChat しかダメだよみたいな、そういうのあるじゃないですか。で、そういうことをやってると、YouTube は使えない、まあ、動画であればあれで共有した方が、限定公開にして共有した方が絶対早いのに、それもね、ネットっていうその便利な機能を使わずしてね、 えー、ネットはネットであるんでしょうけどもそれを何ていうのかな無料でアクセスをできて無料で使えるあんな便利なツールを使わないでね、えー、やってたらレスポンス悪いじゃないですかであれば本当にそれこそこうやってキャプチャーを撮ってみてで社内の,その限定公開だったら限定公開で えーまあ、社内のチャンネルみたいなの、ね、もう限定公開しかやらないで、えー、ID とパスを共有してでみんなで、えー、そこのにアクセスで全部限定公開だからあも,しもしくは非公開でもいいですよ。で非公開で その動画を見てねっていう話にしとけば全部がどこの国行っててもどこの地方飛んでてもネットさえあれば w i f i さえあればあるいは20ギガかなギガじゃなくてもう1個上かなギガだよね、えー、ギガバイトだと思うんだけど20ギガバイトあれば1月に230分ぐらいの動画だったら多分スマホで普通に見れるんですよ。 だからそれを仕様のスマホで、そういうことも仕事のね、えー、ものをやることもできるし、だからこのね、面白いなと思ったんですよ、こいつ見たときに、うん。これは言っとかなきゃと思って、えーまあ、拾っといたんですけども、まあ、情報としてはあの古いですよ。9月の10日なんで、2ヶ月も前のものではあるんだけどね、2ヶ月、3ヶ月かな、あ前ではあるんだけども、これはちょっと面白いなっていうところで、えー、チョイスしてみました。はい あのっていうところでですね、えーまあ、人の動行動に対して抑制をすると、良くも悪くもですね、レスポンスは悪くなるんで、うんでうん、やれ、社長がいないとか、部長がいないとか、課長がいないとか、係長がいないから、このお、何、プロジェクター進めねえとか、そういう時代ではないと思うんですよね、私はね。えー、まあ、俺がケツ持つから。 あーっていうのが、私は上司のあり方だと思うんですよね。うお,めおめ好きにやってみろみたいなね。あそれがまあ上司の器だったりとかっては思うんだけども、まあ、その辺は各会社とかね、組織によってだいぶあれだと思うので、何とも言えないところではあるんですけども、面白そうなんで投げてみました。はい。っていうところでね、めっちゃ長くなっちゃったんだけど、まあ、この辺でお開きにします。はい。それではね、素敵な。うーん、イフ 素敵なソーバライフをお送りくださいバイバイ